はい、どうも石原です。今回の動画の内容はこちらです。 iPhone 14 Pro Max の新デザインレンダリング画像出た。 iPhone 14 Pro Max の値段予測が出た。 iPhone 14 シリーズ最新の噂まとめ、以上の内容でお届けしたいと思いますので、どうぞ動画の最後までご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしておりますので、ぜひ iPhone やガジェットに興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。またツイッターの方も僕やっておりますので、ツイッターのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。 iPhone 14 Pro Max の新デザインレンダリング画像が出たということで、海外メディアのギズロジックが報じた内容なんですけども、まあ、iPhone 14 Pro Max のデザインの、まあ、フィルタリング画像みたいなのが出たのでどうですかっていうところなんですけども、まあ、今年9月に発売が予測されている iPhone 14 シリーズなんですけども、 iPhone 14 Pro とか iPhone 14 Max とか、ね、6.1 インチモデル、6.7 インチモデル、いろいろありますけど、今回は iPhone 14 Pro Max の新しいレンダリング画像が出てきましたのでご紹介したいと思います。 iPhone 14 Pro Max、 そして iPhone 13 Pro、 13 Pro Max、 これは、ね、外観上ね、結構似ている画像になって、まあ、デザインになっております。まあ、フラット型のね、エッジを効かせたデザインに加えて、まあ、フレームも全世代の 2.42mm から 1.95mm に縮小されていますけど、全体の厚みはやや増加しそうだとしております。高さは 160.7mm、 そして幅が 78.53mm と予想されております。こんな感じでございますね。まあ本当にね、iPhone 13 Pro とか iPhone 13 Pro Max と iPhone 14 Pro と iPhone 14 Pro Max はめちゃめちゃ似ていることがわかります。ただカメラ部分も若干ね、iPhone 14 Pro Max、14 Pro では大きくなる。そしてフロントセンサーのレイアウトもノッチではなくて2つのね、まあ、小さな切り欠きとパンチホールが搭載されるので、ノッチはノッチなし、ノッチはさようならという状況になっております。かなり可能性として高い部分については、48メガピクセルのカメラに A15 バイオニックチップ、そして Face ID の搭載などが予測されております。で、 iPhone 14 Pro Max の値段予測が出ましたということで、これはね、過去にもね、こちら値段予測出しております。いろんなところから値段予測というのは出てくるんですけども、今回はギズロジックというものが報告した値段のリークになっております。この iPhone 14 シリーズの iPhone 14 Pro Max のモデルに、まあ、ちょっとフォーカスを当てた価格の予想なんですけども、まあ、1400ユーロは超えてくるんじゃないかという、ね、予測なんですけど、これは日本円でね、19万円ぐらいなんですよ。まあ、ちょっと高いと思います。なので、まあ、ユーロ価格と日本での販売価格というのはもちろん違ってくるんですけど、今、円安なので、もしかすると、歴代のモデルよりも iPhone 14 シリーズっていうのは、まあ、コスパ的には、まあ、旧世代のね、ものをこう、リデザインするような形なので、コスト的には抑えつつも、値段的にはね、この円安とか、まあ、経済状況が相まって、ちょっと値段が高めになってくるんじゃないかなという、ちょっとネガティブに考えたらその辺が考えられますので、まあ、1400ユーロを超えてくるということなんで、まあ、19万円、15万円ぐらいからね、日本円で言うと、まあ、15万円か19万円ぐらいが、まあ、Pro Max シリーズの、まあ、定番モデルの価格帯になるのかなという予想はできます。まあ、この値段についてはね、定期的にね、いろんな各メディアが報じていますので、まあ、報じた内容をちょっと鑑みつつ、皆さんにね、まあ、適宜ご紹介してはいきたいと思いますけど、現時点では iPhone 14 Pro Max、まあ、1400ユーロぐらいになると言われているので、若干ちょっと見積もっても高めの値段設定にはなっているかなと思っております。はい、そんな中 iPhone 14 シリーズの最新の噂まとめということでご紹介していきたいんですけれども、これはあの海外メディアの Apple Insider が報じた内容をサクッと分かりやすく皆さんにねご紹介していきたいと思います。まあ、先ほどご紹介した通り iPhone 13と非常に似ていると言われております。 iPhone 13のエントリーシリーズと iPhone 14のエントリーシリーズは似ているし、 iPhone 13 Pro シリーズと iPhone 14 Pro シリーズも似ていると。ただカメラ部分がちょっと違うと言われております。で、 iPhone 13シリーズの標準モデルと iPhone 14シリーズの標準モデルはノッチ付きのディスプレイになると言われております。 iPhone 14 Pro シリーズだけノッチなし、パンチホールピル型のカットアウトとなっておりますので、 iPhone 14 mini、 12 mini、 iPhone 13 mini で今年の iPhone 14、結構ねコメントとか DM で相談あるんですけども、 iPhone 14にはミニサイズないんですかってことなんですけど、 iPhone 14 シリーズでミニサイズは廃止の可能性が非常に高いと言われております。
で 5.4 インチサイズというものが iPhone14 シリーズではなくなると言われております。でこの 5.4 インチディスプレイの iPhone14 ではなくて 6.1 インチの iPhone14、 6.7 インチの iPhone14 MAX となっておりますので、ミニシリーズはなくなって、まあ 5.4 インチの iPhone13 ミニがまあ、6.7 インチの iPhone14 MAX に入れ替わる形で、新しい、まあ、ディスプレイのラインナップとして、6.1 インチと 6.7 インチの標準モデルと、6.1 インチと 6.7 インチのプロモデルが iPhone14 シリーズには存在すると言われております。なので、5.4 インチ、6.1 インチ、6.7 インチのディスプレイが3つ選択することができたんですよ。iPhone13 シリーズでは。けれども、iPhone14 では、6.1 インチと 6.7 インチの2択。で、かつ、カメラとかハードウェアのスペックアップを期待する方は、まあ、プロシリーズの 6.1 インチか 6.7 インチということなので、コンパクトな iPhone が欲しいという方については現段階では最新モデルが iPhone13 ミニとこちら iPhone SE 第3世代が、まあ、コンパクトな iPhone ということで位置付けられると思います。で9月に iPhone14 シリーズが発売されたらそれには 5.4 インチないので、その時点で最新のモデルが iPhone SE 第3世代コンパクトモデルの iPhone はこちらという選択肢になるかなと思います。もちろんね、スペック面については iPhone13 mini の方がいいんですけど、チップなんかはね同じなので、ちょっと低価格の iPhone で最新のチップを搭載したものがいい、 5G 搭載したものがいい、コンパクトな iPhone はこちらの iPhone SE 第3世代がコスパが高いモデルとなっております。で iPhone14 Pro にはいろんなねカメラのシステム的なものも含めて、まあ、ハードウェアがアップグレードされるとしております。で iPhone14 の標準モデルはどうなるのかというところなんですけども、 iPhone14 Pro にあって iPhone14 にはないと言われているものが48メガピクセルのカメラセンサー、そしてパンチホールとカメラフィル型のカメラカットアウト、そして A16 バイオニックチップとなっております。 iPhone14 と iPhone14 MAX のチップは A15 チップと言われているので、 A16 チップはプロモデルとなっていますので、まあ、iPhone14 と iPhone14 MAX の A15 バイオニックチップは A15X バイオニックチップとか、少しね iPhone13 シリーズのチップよりもグレードの上がったものなんだけれども、 A16 バイオニックチップではないということが現段階では言われております。ただ他にもね期待すべき点はいくつかあります。メモリの部分なんですけども、 iPhone14 Pro シリーズと iPhone14 シリーズ標準モデルではメモリが、まあ、標準モデルが 4GB から 6GB になると言われていますので、今までの iPhone13 よりもメモリについては標準モデルでもスペックアップしてきそうな流れになっております。これはね iPhone13 Pro と同様のメモリを搭載するのが iPhone14、14 MAX となっております。で iPhone14 Pro シリーズは 6GB から 8GB になるんじゃないかという噂もありますので、メモリはね1段階アップグレードされそうな可能性が高いです。で今回の iPhone14 の標準モデルと iPhone14 Pro、 これリフレッシュレートも違うと言われております。 iPhone14 Pro では 120Hz が iPhone13 Pro シリーズと同様に搭載されますが、 iPhone14、iPhone14 MAX は標準モデルのディスプレイになるので 60Hz までとなっております。ただね、2023年の iPhone15 では標準モデルもプロモーションディスプレイ搭載 120Hz になってくるという噂が高いので、まあ、今年のモデルだけはプロモデルに 120Hz、 ただ標準モデルは 60Hz になる見込みだとしております。さらにこの Face ID とライトニングポートについてなんですけれども、今回の iPhone14 シリーズ全てライトニングポートの可能性が高いと言われております。で加えてセキュリティなんですけども、こちら iPhone SE 第3世代ね、デザインも変わってない、フォームファクター変わってないにタッチ ID を搭載してきましたけども、 iPhone14、14 Pro シリーズではタッチ ID ではなくて Face ID の可能性が非常に高い。で加えてディスプレイの下、画面下の、まあ、埋め込み型のタッチ ID は今回の iPhone14 シリーズはなしと、早くても、まあ、2025年だと言われているので、まあ、今年来年のあたりでもディスプレイの下の、ね、タッチ ID ではない Face ID を押していくということで、 Apple の、ね、方針の、まあ、噂が高いとされております。でこの iPhone14 Pro シリーズ、まあ、iPhone13 Pro シリーズではマクロ撮影ができました。で今回の iPhone14 の標準モデルでもマクロ撮影が可能になるんじゃないかと言われておりますので、オートフォーカスを得た、まあ
超ワイドなカメラになってくるかと思います。またこちらのね、インカメラの方に、その最近 iPad でよく使われているセンターステージね、こう動いても、まあ、自分の、画面が自分についてくるようなセンターステージというものを今回の iPhone 14シリーズ、まあ、14 Pro シリーズか14シリーズかわからないんですけど、現時点では iPhone 14すべてのシリーズにこのセンターステージというものが、まあ、搭載されるんじゃないかと言われていますので、iPad とか Mac とか、あとスタジオディスプレイなんかにもセンターステージ導入してきたので、ここは iPhone 14にも、まあ、搭載してくる可能性は非常に高いかなと言われております。はい、ということで最新の iPhone の情報をお届けいたしました。もしこの情報が参考になった、面白かった、石原頑張ったなという方がいらっしゃいましたら、いいねよろしくお願いいたします。そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。